前回の動画で紹介しました倉島啓太さん、横浜高校で1年春からベンチ入りし甲子園も経験。その後大学では明治神宮大会にて日本一を経験。昨日配信した動画では守備で意識するポイントや本職のセカンドで意識するポイントなどを聞きました。そして今回の動画では倉島さんの使うグラブについて聞いてきました。ちなみになんですけど、はい、ちょっとグローブを、これメーカーどこですか？ウィルソンです、ね、ウィルソン、はい、はい、主に、はい、あのゴロを取る時のポイントというかポケット。そうですね、僕は基本的に、まあ、手のひらでいう、はい、こう手のひらですね。手のひら、はい、はい、ここで取るイメージです。なんでグローブでいうとここになります、ね、あ、手前、はい、はい、ゴロ、はい、でも基本的にグローブ全体が手っていうイメージで取ってるんで、まあ、ここでも取れますし、はい、まあ、どこでも取れますよっていう、結構ユーズの効くグローブだと思います。なるほど、結構手のひらのように開く感じですか、はいはい、ちなみに逆シングルとか、はいはい、タッチとかは。逆シングルの場合は、はい、もう入れる感じですね。あ、奥で、はい、はい、奥で、はいはいはい、こう、逆シングルのイメージって、はい、テニスの、テニス、あー、こういうイメージで、はい、取りに行くんで、おー、はい、ここに引っ掛けるイメージですね。なるほどなるほど、はい、タッチの時も、はい、一緒です。逆シングルと一緒で、はい、ポケットに入れるっていう。なるほどなるほど。で、結構好みのグローブは広めの自由自在みたいな感じですか？そうですね。あ、わかりました、はい、というわけでグラブの紹介をしていただきましたので、ここからは参加メンバーの月通祭りをご覧ください。ここからは二遊間の人数を合わせるために助っ人の日比さんにショートに入っていただきました。最高。野球やるよりも普通にやって。
ごい。やばい。あいいわ。はい、というわけで本日は昨日に引き続き横浜スタジアムをお借りしていろいろと守備の動画を撮らせていただきました。今回の動画に出演してくれている竹さんと倉島さんの YouTube チャンネルが一昨日からスタートしておりますので、ぜひご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。今回コラボしてみて自分もいろいろと勉強になりましたので、今年また守備頑張っていこうかなと思います。引き続きまた面白いコラボとありましたらやっていきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のおしゃチャンネルは以上です。エウリュッシュ。そして2月のプレゼントはこちら、ハイゴールドの新ムードンを4名様にプレゼントします。新ムードン何が変わったかと言いますと、ロゴが新しく変わったそうです。3000円超えるムードン、こちらを4名様にプレゼントします。そしてもう一つはこちら、サブチャンネルで1名様にプレゼントしますので、同じ条件でやっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は2月の28日に行います。たくさんのご応募をお待ちしております。エウリュッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。